どうしてこんな時間に仕事なんか。しかも別館の方を調べるなんてマジでめんどくさい。さっさと仕事終わらせていっぱいやりたいぜ。してくれ。なんだ。おい、誰かいるのか。まさかな。
おい、嘘だろ。ここが閉まってるなんて聞いてないぞ。はあ、面倒だな。けど戻るしかないか。ドア開けろ。なあ、おい。ビビったか？その声、ビリーか。ああ、そうだ。正解おめでとう。ふざけるのはやめて、今すぐドア開けろ。その答えは、ノーだ。何？お前に貸してる金を返してくれたら、ここを開けてやるよ。金なら後ですぐ返す。だから、早くここを開けてくれ。よく聞け。俺は前にもチャンスをやったんだ。だけどその時もお前は、あとすぐ返すと言って、それっきりだ。この意味がわかるよな。あ、ビリー、本当にすまなかった。だけど俺は。答えは、ノーだ。待て。おい、ビリー待ってくれ。くそ、どうしたら。誰かいるのか？なんだよこれ。ああ、誰もいない。マジで気味が悪いな。いつまでもこんな場所にはいたくない。ダメ元でドアを蹴破ってみるか。え？やってみるもんだな。
あいつマジでキレてたな。早いとこ金を返して謝らないとな。こんなことは二度とごめんだ。ビリー、どこにいるんだ？ひどい匂いだ。ビリーのやつどこ行ったんだ？これ、血だよな。
これ天才だな。なんだ？ここから出ないとやばい。アレックス、誰かいないのか？頼む、誰か助けてくれ。落ち着け、落ち着くんだ。もしもし、ラグルスさんですか？ああ、よかった。聞いてくれ。俺は警察官のブラウンだ。今すぐ応援を呼んでくれ。ああ、ひどいノイズだな。もしもし？もしもーし。おい、聞こえないのか？はあ、また後でかけ直そう。おい、待て。ちょっと待ってくれ。クソン！はあ、一体何がどうなってるんだ？
おい、マーカス、ここを開けてくれ。ビリー、お前なのか？ああ、俺だよ。早くしてくれ。ああ、ビリー、すまない。こっちからも開かないんだ。この館は何かおかしい。まるで悪霊にでも取り憑かれているかのような。さっきから奇妙なことばかり起きてるんだ。ビリー、こっちに増援をよこしてくれないか？聞いてるのか？ああ、俺だよ。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、そんな。早くしてくれ。俺だよ。違う。早くしてくれ、マーカス。こんなの嘘だ。ここを開けてくれ。ありえない。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、早くしてくれ。俺だよ。早くしてくれ、マーカス。俺だよ。ここを開けてくれ。ああ、俺だよ。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、早くしてくれ。俺だよ。早くしてくれ、マーカス。俺だよ。ここを開けてくれ。ああ、俺だよ。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、早くしてくれ。俺だよ。早くしてくれ、マーカス。俺だよ。ここを開けてくれ。悪夢だ。こんなの現実じゃない。
ビリーのやつ絶対に許さない。いや、ビリーだけじゃない。俺を捨てて出て行ったクロエもだ。こいつらだけじゃない。俺の言いなりにならない奴は全員許さない。今のは俺の声。どうして俺だけを見てくれないんだ。他の男に君の笑顔を見せないでくれ。嫌だ嫌だ嫌だ。俺だけにその顔を見せてくれ。やめろ、やめてくれ。俺はこんなこと思っちゃいない。悪夢の元凶なのか。俺にどうしろってんだ。え、答えろ。どうしてこんなことをするんだ。この絵、森と車、それにドラッグと酒。はあ、そういえばあの日。
しも俺が君に何かひどいことをしてしまったのなら、本当にすまなかった。だけどこれ以上はもう何も思い出せないんだ。どんな罰だって受けるから。俺を許してくれ。お願いだ。これはこれは、ようこそお客様。お前は誰だですか。私が何者であろうと、そんなことはどうでもよいことです。善人であろうと、悪人であろうと、天使であろうと、悪魔であろうと、人であろうと、神であろうと、すべてどうでもよいことなのです。ああ、ところでそんなに慌ててどうなされたのですか。ああ、怪物に襲われたと。そう、それこそがこの場所で最も重要なことなのです。ここは懺悔室。罪を告白し、許しを得て前へと歩き出すための場所。私はここであなたの罪と引き換えに、前へと歩き出すための力を与えましょう。ああ、そうそう、そのナイフは私からのサービスです。まあ、ないよりはマシ程度なものですが、もしより強い力をお求めでしたら、こちらにエニューがございますので、ご記入ください。これからの道のりはより険しくなるでしょう。またご入り用の際にはぜひともお越しください。いつでもお待ちしております。どうかお気をつけて。何もかも奪っていくこの世界を憎んだ。皆が神の誕生を祝う日に、俺は神を憎んでいた。もう奪われるのはたくさんだ。だから俺は奪う側の人間になった。でもどれだけ奪っても心が乱されることはなかった。最初から分かっていたんだ。心を乱すものはもうこの世界にはないんだと。あの日俺は全てを失った。腕の中で冷たくなっていく君が最後に言った言葉、生きて。君はそう言った。だから俺はどんなことをしてでも生きてきた。それが君との最後の約束だったから。だけどもう疲れたよ。こんな人生はもう終わりにしよう。二度と帰ることはないと思っていたこの街で、最後の仕事を終えたら俺も君のところへ行くよ。約束守れなくてごめん。本当にごめんよ。